皆さんこんにちは、食べ歩き研究所のさーちゃむです。今回は近江牛がお手頃価格で食べられる京都ランチを研究します。京都グルメを研究しています。お店情報をまとめていますので、チャンネル登録して研究員の仲間になりましょう。今回の研究地は鴨川隆です。研究員様からのご紹介です。いつもありがとうございます。お店の雰囲気、敷居高すぎて入るの迷いました。入ってみると丁寧な接客で安心できます。奥にお座敷、カウンター席、テーブル席とございます。カウンター席に座ると職人さんが目の前で作ってくださいます。鴨川隆のランチメニューはこんな感じ。夜になるとメニューが変わります。研究員の皆様はどの隆を食べたいですか？ぜひコメント欄で教えてくださると嬉しいです。初めて鴨川隆に来たなら、お店の名物近江牛丼を研究してください。早速到着いたしました。ランチ限定名物近江牛丼大盛りです。これ全部でお値段700円。お味噌汁、キムチもやしナムル、近江牛丼がついてきます。数量限定なので事前にお問い合わせすることをお勧めします。最近テレビ出演されたようで、予約した方がいいかもですね。近江牛の切り落としの部分を秘伝のタレでとろとろになるまで煮込み、ふわふわ卵ととろとろの玉ねぎ、三つ葉が乗っている牛丼です。近江牛の大きさはこんな感じです。熱々のうちにいただきたいと思います。食べ進めてみると、うますぎたかしって叫びたくなりました。これは本当に超うみあい、コスパ最強、感動たまランチです。食べてみたいって思いましたら、たまランチとコメントくださると嬉しいです。これはまさに庶民の三つ星レストランですね。個人的な感想ですが、大盛りでええ感じのボリューム感です。鴨川隆、なかなかやりますね。お値段以上の価値がありますし、明日ランチ研究行ってみてはいかがでしょうか。ぜひ他府県に住んでいる研究員様にも、京都に来たら食べてほしいグルメです。最後までご視聴ありがとうございました。京都グルメ研究チャンネルです。京都ランチの参考になりましたら、いいねボタンを押して応援してくださると嬉しいです。では次回の京都グルメ動画でもお会いしましょう。バイバーイ。